トゴンテムルは、モンゴル帝国の第十五代大ハーン。両号は、めぐみ州であるが、民による追試である順帝の名称が用いられることが多い。原始順帝期などでは、安士官庁牧南寺、新大以降は、卓監督牧寺と記される。孫号は、ウカートカーンで、猛攻源流、アルタンハーン伝統では、オハートトゴンテムルハーン、トガン。 テムル・ウファート・ハーンと呼ばれている。死二28年に大都を放棄して、モンゴル高原に撤退したため、原始では、同年に定位を失い、元は滅亡したとして扱われる。一方、モンゴル側ではそれ以降も、大元を称しており、トゴンテムルの知性に、元が滅亡したとするのは、民側の一方的な主観に過ぎない。ただし、死二28年の大都疾患自体は、 モンゴル側でも重大な歴史的事件として、見なされており、多くのモンゴル年代記には、トゴンテムルが大統を失ったことを歌った、めぐみタカシヒカが書集されている。父、コシラが暗殺を逃れるため、ジャガタイ半国に滞在した、際に、中央アジア北東部のカルルク系ルク部族の、族長テムデルの娘、マイラダクとの間に長男として生まれた。カルルクは、 本来、チンギス・ハーン・王家ケ族ではないため、モンゴル皇族としては、聖母の出自は、あまり良くなかった。アマネジュン元年、天略元年、大帝帝崩御後に発生した内乱の際には、モンゴル公元を経て、上都に帰還した父に従い元に戻ったが、民衆の休止によりその弟のドクテムルが即位すると、文宗のおいであるトゴンテムルは、宮帝から遠ざけられ、はじめ公来の大鎮太を、 ついで、後世のシズエフに流された。イタリ順3年に、文僧が崩御すると、皇后部ダシリはその意志に従い民衆の維持を、大半に擁立することを提案。大都に止められていたとゴンテムルの弟、イリンジバルが即位したが、わずか2ヶ月で崩御した。文僧の即位以来政権を掌握していたエルテムルは、文僧の次男である、エルテグスの擁立を計画したが、 その母であるブダシリが、エルテグスは未だ幼少であることを理由に、トゴンテムルを推挙したため、ブダシリによって、トゴンテムルが後世から召喚されることとなった。エルテムルには、民衆独殺説もあり、すでに13歳となっていたトゴンテムルが、大破案に即位すれば、自らの政治的権力が低下することを、恐れその即位を妨害、そのためトゴンテムルが大都に到着した後も、 約半年間即位は延期され、イタリジュン4年春、エルテムルの病死により、ようやく6月8日に即位することができた。即位したメグミ州は、重帝のエルテグスを立大し、その母ブーダシリが、不登校大号として、メグミ州の後見人としたが、実際には、エルテムルの死後も軍閥が政権を掌握していた。中でも、エルテムルの死後軍閥中で勢力を拡大したバヤンが、 中小上将に就任、エルテムルの子であった左上将テンギスによる反乱を鎮圧すると、朝廷に強い影響力を有するようになった。メグミ州は20歳を過ぎた頃より、バヤンの先見に反発するようになり、資源6年、バヤンと対立していたその追い徳都と協力し、徳都による政変を実行し、バヤンを追放した。 この政変の影響でブダシリとエルテグスの母子も追放され、トクテムル以来政権を掌握してきた旧勢力は一掃されることとなった。死生五年に、大都にマリーン長の旅行家、イブンマトゥータが訪れている。しかし新たに、トクトとその父、マジャル隊による政権が喪失されると、その勢力を駆逐すべく死生7年、メグミタカはマジャル隊不子の政敵であった。 大定帝や民衆の求心と協力し、二人を年衆に追放した。しかし強大な政治勢力が新たに生まれることを警戒し、死政9年には再び特党政権復帰させるなど、重心間の清掃に積極的に関与した。このように中央で清掃が続く中、地方では天才と薬病が相次ぎ民心は元から急速に離反していった。 市政8年には塩に対する厳格な栓培性を採用したことにより、栓培性に反対する縁の密売商人が中心となった放棄を契機に反乱が各地で続発した。特に市政11年に発生した黄金の乱は中国全土に波及する大反乱となった。市政14年、徳都が黄金の乱の鎮圧に出撃する際、徳都が強大な軍事力を掌握することを恐れた。 めぐみ衆は、徳都を解任してまたも追放した。これにより、大半としての権力を回復するが、徳都ら中央の軍閥により維持されていた、軍事力ががかい、軍事力は、地方軍閥に依存する状態になった。以後、コーナーを鎮圧するだけの大軍の編成がほぼ、不可能となり、後の民の勃行を許す一因になった。地政前期には、 重心官の清掃に介入していた恵ぐも、その後は次第に調整への興味を失い政治の混乱は深まることとなった。恵ぐはかつて、後生の廃所で論語を学び、自ら詩文や書画をたしなむなど、漢族の文人皇帝に類似した気質があった。恵ぐ隆が高来から後生に流された時代には、彼を帝位から遠ざけたい文章とエルテムルの意を受けて、 学士の恐れ衆により、中央アジアで誕生した恵衆は、民衆の実施ではないと、宣言されていた時期もあり、民間では、南宋最後の皇帝であった、教廷、長の維持であり、長子後に、信仰のあった、こちらにより引き取られたとの風文がルフするようになっていた。また、モンゴル皇族に流行していたチベット仏教の悲儀に、反撃するようにもなっていた。 死生13年に立大使されていた巫女、あゆルシリダラが成人すると、皇太子は、聖母気候号の支援を得て、政権奪取を計画、大破案に代わって、調整を掌握していたその側近たちと激しく、対立し始めた。恵ぐみはこの清掃の調停に影響力を発揮できず、死生24年に、賛成軍閥のボロトテムルが大統選挙して、皇太子を追放。 翌年には、カナンの軍閥ココテムルが皇太子と協力し、ボロとテムルを滅亡させることとなった。この内紛の結果、朝廷の政治力と軍事力はほとんど壊滅的な状況となった。元恵州、死生28年、元軍は、江南で反乱勢力を統一し、民を立てた、春元省の北伐軍に敗退した。ココテムルも、ジョトールにより撃破され、 民軍が河北に迫ると、めぐみたかしは大東放棄し、上都へ逃れた。しかし、翌死二29年には上都もまた、上る春率いる民軍により、陥落、めぐみたかしはさらに北方に位置する、モンゴル高原南部の大間サフに移った。市政30年夏、めぐみたかしは、大間サフで崩御し、交代し、アユルシリダラが即位した。 恵州法業の段階では、元はモンゴル高原を中心に勢力を維持し、東は日本海から、西はアルタイ山脈まで支配下に置き、さらに、官縮や雲南にも元の皇族や貴族が存在し、民による中国支配は不安定なものであった。しかし明は、トゴンテムルが大統を放棄した時点で、中華王朝としての元は天命を失い滅亡したと、みなし、 トゴンテムルに対し、天意に順次明に定意を譲ったという意味で、順皇帝と追肆した。明は、以降のトゴンテムルやアユルシリダラを皇帝ではなく、単に、元首と称したが、実際には、トゴンテムル以降もモンゴル高原では、清祖、クビライの血を引く者が、大破案に即位し、漢風病号を送られた。トゴンテムル以降の元は、中国全土を支配した大元に対し、 民の主観を反映して北元と少子区分されている。ありがとうございます。